東京から北へ150キロ栃木県の北部那須野ヶ原の西にそびえる山へ分け入ると塩原温泉にたどり着きます。古くから訪れる人々の心と体を癒してきた町塩原。塩原を愛するみんなの合言葉、塩原プラスラブで塩原ラブ第216回、始まり。皆さんこんにちは。こんにちは。パーソナリティの小一です。そして塩原高原大根のフロフキンです。フロフキンちゃんこんにちは。こんにちは。暖かくなりました。ほんとだね。ね、急に暖かくなったね。急にだね、うんうん、もう雪ではなくて雨。そうだよね。ほんとほんとね。まあこれで、ね、3月にもう半ばに向けてという形ですからね、うん、もうこれから本当暖かい日が多くなって、うん、もう花のつぼみもどんどんこう膨らむという感じでしょうか。ね、それはそれで楽しみ、うんうん、やはりねこう木々が芽吹いてくる、あの山の斜面とかを見ていても、うん、ちょっとずつこう枝先が赤っぽくなってきていて、うん、芽吹き近いんだなという、ね、感じがしますが、うんうん、まあとは言ってもね、暖かい日と寒い日繰り返しながら、まだもしかすると雪も降るかもしれませんしね。そう、3月はねまだわからない。そうそう、気をつけていきたいですよね、うん、さあ今日もいろいろな話題皆さんにお届けしたいと思います。どうぞ最後までお楽しみください。それでは最初のコーナーです。塩原で起きたあんなこと、こんなことを紹介していきます。ローカルニュース塩原地検庁。最初にね、うん、じゃあ画像を紹介しますが、お、まずはマークです、はい、このマークなんじゃろうなみたいな、なんだ、はい、ね、恋人の聖地観光交流大賞受賞というマークです、うん、ということは、そうなんですね、いいお知らせというのをね、うん、前の番組で紹介していたんですが、うん、ノミネートされていた、うん、恋人の聖地のこう昨年度のこう活動報告のね、うん、なんて言うんでしょう、まあ、実績に基づいた審査の結果、入賞することだけは分かっていたんですが、うんうん、3月の1日、東京都内で行われた、この観光交流大賞の授賞式の中で、うん、観光交流大賞の発表がありまして、はい、なんと塩原温泉、うん、もみじ谷大吊橋が大賞に選ばれたんです、うん、おめでとうございます。すごいんだよこれ。すごいよ、全国ででしょ、だってそう、すごい、ね、あのプロポーズにふさわしい場所として、うん、選定を受ける恋人の聖地、はい、現在は200カ所以上が国内で選ばれてるんですね、うん、で昨年の活動報告をまあ、エントリーシートという形で、うん、58件の応募があったそうなんですが、うんうん、その中から、書類の審査で11点に選ばれ、うん、その中でさらに審査された結果、うん、まあ、グランプリにあたる大賞に選ばれたと、うん、すごい、ね、で、このマークだけだと嘘っぽいので写真もちゃんとありますよ。どうしましょうね、ずらりと受賞者が並んだこちらの写真どうぞ。これが入賞者の皆さん。そうですね、11箇所、千葉県だったりとか、うん、あとは名古屋の方からもね、ヘリコプターの会社とかも来てましたね。へ、はい、11箇所が来まして、ね、審査をしている方ちょっとね小さく写ってますけど、狩矢崎翔吾さんとか、華道家のね、そうそうそう、うんうん、それから今るさん、ほう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 、ね、こちらの方なんかが審査をしたんですけれどね。さあその栄えある大賞を受賞した写真、なぜか私がもらいに行ってますが、こちらです、どうぞ。あら、これなかなかないツーショットでしょ。ねえ、ちょっと嬉しそうだね。まあまあ、あのっていう意外な顔が半分出ちゃいましたけれどねそう、今治さんからこう直接読み上げて表情をもらいました。うん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 、ね、
まあ、特別大きなことはやってはいないですけれども、まあ恋人の聖地を生かして観光と結びつけるという、まあ、いろいろな取り組みを総合的に評価していただいて、まあ、これから恋人の聖地をリードしていくんだぞ、頑張れよという意味での受賞だったのかなと思います。そうか、その11箇所は別に観光じゃないところもたくさんあるっていうこと。そうですね、結婚式場であったり、うんうん、あとはあのヘリコプター遊覧、まあ、カップルで遊覧をしてプロポーズの場所を提供しますっていうようなところもありましてね、市全体が恋人の聖地っていうふうになってるところもありますし、まあ、そんなね、いろいろな取り組みの中で、いやちょっと驚きましたけれどね、まあ、あの選んでくれた代表の方からもこれで終わりじゃないから頑張りなよって、はい、そういうことだと思ってますってね、うん、いうことでね帰ってきました。うん、でもめでたいですね、うん、まあ、これからこの恋人の聖地もみじ谷大吊橋をまた、皆さんに広めるということで頑張っていきたいと思います。うん、今日のローカルニュース塩原事件長は、恋人の聖地観光交流大賞を受賞したよという話題でした。それではここで映像をご覧いただきます。この店知ってる？リゾートショッププレスさんに来ています。こちらはお食事や喫茶も楽しめますが、ここでしか買えない一品があるそうです。早速ご紹介しましょう。現在の塩原温泉街があるあたりは昔々湖の底であったと言われています。周囲の火山の火山灰、そして山々からの土砂がそこに堆積をしていくつもの地層ができているそうです。これを塩原古生層と呼ぶんですが、こちらリゾートショップブレスさんではその古生層、つまり数十万年前の土を釉薬に練り込んだ陶器を作って販売してるんですね。その名も化石焼き。ずらりと並んだ商品をご紹介します。フリーカップにコーヒーカップ、湯飲みもありますね。それから急須にご飯茶碗、毎日使っていただけそうです。こちらはお皿、大きさや形の異なるものがいろいろと揃っています。こちらのカップ、サラダやスープ、煮物などいろいろと使えそうですね。こちらはお客様のリクエストで製作された焼酎カップです。名物の温泉焼酎の味も倍増。ではご一緒に、塩バーラブ。知らなくってもいいけれど、知っていたらちょっと嬉しい塩原の雑学マニア Q。 塩原に関するいろいろな問題を三択のクイズでフロフキンちゃんに答えてもらっています。今日は鼻がムズムズするのよどうしてだと思う？花粉症。そうなんですね。皆さんどうですか？少しこう暖かく、ね、なってきて、杉花粉が襲ってきてますよね、うん、ね、車のね、皆さんね、辛そう、うん、窓ガラスがさ、うん、黄色くなるの ね、黄色くなってたりねでまた雨上がりになるとっていうことで、私もちょっとこの辺の鼻がぐじゅぐじゅということなので、負けないように杉に関する問題にしました、うん、なるほど、はい。塩原で杉というと思いつくものありますか？逆さ杉。そうですね、さすが観光マイスター国の天然記念物にも指定されている逆さ杉、逆杉と書きますね、うんうん、樹齢1500年とも言われるこの大きな杉の木ですが、この逆さ杉という名前の短編小説があります。でこの中身をちょっと紹介すると、明治の文豪尾崎紅葉の代表作でもある金色夜叉、
その中に出てくる場所などを巡りながら、塩原の良さをこう見聞していくというような、短い小説なんですけれども、題名が逆さすぎという題名です、うんうん、さあ今日の問題、じゃじゃん、短編小説逆さすぎを書いた人物は誰でしょうか。小説家ですね、短編小説逆さすぎを書いた小説家誰でしょうか。次の3人のうちから選んでください。 A 大岡翔平、 A 大岡翔平、 B 山岡宗八、 B 山岡宗八、 C 谷崎潤一郎、 C 谷崎潤一郎。ちなみに、この小説を書く前に昭和25年に塩原温泉を訪れています。それはヒントなんだね。うん、ほとんどヒントにならないヒントです、短編小説逆さすぎを書いた人当ててみてください。答えは耳寄り観光情報の後です。せーの、耳より観光情報。さあご報告です、この1年間の中でですね、塩原温泉と、黒磯の観光協会の人と、それから市役所の人で、まあ、プロジェクトというんでしょうかね、作りまして、那須塩原市の観光ガイドブックを編集していました、このほど完成してこちらの、ね、納品となったんですね、ようやくできました、まあ、市の観光ガイドは合併したときに、折りたたんでね、見るものを作ってあったんですけれども、ちょっと全体を網羅しているのはいいんだけれども硬い雰囲気があるかなということで、少しね、まあ、若いかどうかは分からない私たちが若いアイデアを出し合って、ちょっと手に取りたくなるような冊子の形でやりましょうということでね、何ページだっけね、全部で表紙も含めると28ページの、もうパラ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 とね、こういう冊子となっております。でタイトルの方もやはり観光地というのを意識しまして、塩原、まあ、塩原温泉郷板室温泉というのを頭に、ね、名前に出して、その観光地がある那須塩原市こんなところですという総合的な案内となっています、うんうんうん、まだね出始まったばかりなので、知らないよっていう人の方が多いと思うんですけれどね、まあ、やはりね2つの温泉地を抱えるこのエリアということで、塩原板室それぞれの良さを紹介していたり歴史なんかを紹介したり、ね、それから塩原物語館や天皇の間記念公園、旧青木家那須別邸などね歴史を感じる場所、そして花の見どころ、それぞれのエリアのお散歩マップ、グルメうんぬんうんぬんいろいろということで盛りだくさんで紹介しています、うん、でこのね、冊子を作りながらやっぱり新たにね、市内のいろいろなことが勉強になりますよね、うんうんうん、私はもうずっと塩原温泉をメインでねやっていきましたけれども、こう中身の確認をするとか、ね、文章の間違いがないかとかいうことで何回も何回も同じところを読み直しているうちに、ああなるほどこういう見どころがあるんだななんていうことが分かりました、うんうん、ということでこちらの冊子にも紹介していますが、春到来ということで市内の花の見どころいくつかご紹介したいと思います。ほうほう、まあ、早春に咲く花ということで思いつく花って何かありますかね。梅。梅、梅も咲いてるよね、うん、あちこちで見られますけれど ね、うんね、梅なんかは比較的全域、あと桜も、まあ、千本松とか烏ヶ森公園、うん、黒磯公園ね、いろいろなところにありますけれどね、うん、足元を見てみますと水仙の花も咲いてるところもありますけれども、うん、膨らんでるよ ね、 ね、もうね、これがまとまって見られるところご存知？よ？那須塩原駅の東側の方にある東那須の公園、
ここはね、水仙すごい見事な場所で、まだまだ観光として知られてない部分なんですが、うん、地元の人たちはもうよくご存知で、うん、この時期は本当真っ黄色のね絨毯のようなところをお散歩して楽しむそうです。あ、そう、うん、おそらく3月の半ばから下旬にかけてどん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 そういった情報入ってくるんだろうなと思いますね、うんうん、それから、森の中でやはり、まあ、今雪は、ね、少ないですけどね、雪解けとともにこう芽を出して花を咲かせるのがカタクリ。カタクリの花もあちこちにありますけど、黒磯公園には結構まとまった見どころがあるそうでして、ね、黒磯公園桜も名所ですけどね、はいはいはい、桜とカタクリのねどっちが先に見られるんでしょうかね。あ、時期は一緒なの、ね、そう、うん、多分同じような時期で、どうなのかな、カタクリの方がちょっと早いかもしれないですね。そして、水芭蕉、うん、まあ、塩原で水芭蕉といえば大沼公園だったんですが、うん、もう鹿がこう食べちゃったりということで今ねほとんど見られないんですが、箱の森プレイパークでは水芭蕉を、ね、見ることができます。うーん、ね、こうした花の見どころ、やはり皆さん花を求めてあちこち、ね、うん、ついつい出かけたくなりますからね、はいはい、こういった、ね、ガイド確認しながら行ってもらいたいなと思います。まあ、そんな、箱の森プレイパーク、いよいよ冬の間のお休みを終えまして3月18日から営業再開となるというニュースが入ってきました。水芭蕉もね、多分3月中には咲くかと思いますし、もう19日からは、ドーム館の中では、クワガタを展示しますよということでね、チラシなんかも持ってきてもらいました。一足早い塩原のクワガタくんたちと会いに箱の森プレイパークにもぜひ出かけてみてください。以上、耳寄り観光情報でした。さあ、マニア級答えの時間です。今日の問題はスギ花粉には負けちゃいけんということで、スギに関する問題でしたけれどね、短編小説逆さスギを書いた小説家誰でしょうかということで、 A 大岡翔平、 B 山岡宗八、 C 谷崎潤一郎。フロフキンちゃん、答えをどうぞ。B の山岡宗八。 B の山岡宗八、うん、ブブー、違うか。A の大岡翔平。 A の大岡翔平、はい、正解です。山岡宗八はちなみに泉屋という旅館に泊まって、うん、徳川家康というね、そうかそうか、はい、小説を書きましたね。大岡翔平は、実際に小説にも出てきた清金楼という宿に泊まりながら、まあ、小説の中の寛一のね足跡なんかをたどりながらですね、とても素晴らしい文章だなと金色夜叉を称えているような、そんな小説となっています。面白いよねそれね、小説をたどった短編小説なんだね、うん、そう、今では誰も書くことのできない文章だ、うん、でこう漢文と和文がこう入れ混じっているので、もう読み上げるともう喉にこう爽快な響きを感じるとかね、もうまさに尾崎紅葉の金色夜叉を絶賛しているような作品となっています。谷崎潤一郎は門前の、ね、宮本さんというところに逗留、ね、滞在をしたなんていうのがありますね。この3人とも塩原にゆかりのある人たちです。皆さん分かりましたか。さあ、それではここでもう一度映像をご覧いただきます。この店知ってる？塩原に鍾乳洞があると聞いてやってきました。あんなところに戦国武将の格好をした人がいますよ。こんにちは。こんにちは。こちらの鍾乳洞の方ですか？
はい、ここの洞窟の絞りをしている笹沼と申します。笹沼さん、どうもこんにちは。こんにちは。なぜこういう格好をされてるんでしょう。ここの洞窟がちょっと源氏の武将の、ゆかりのある洞窟なもんですから、説明役の私がこのような格好をしてお客さんに説明をしているところですね。なるほど、はい、ところでこの鍾乳洞っていうのはどんな風にできた鍾乳洞なんでしょう。はい、この塩原温泉地というのは、太古の昔、湖だったと言われております。その湖の底にですね、温泉が湧いていたんですね、温泉の中には、石灰分が含まれておりまして、それが結晶いたしますと石灰岩化しますので、湖の底で、この鍾乳洞の元となる石灰岩の岩がですね、形成されていたことになりますね、その後の地殻変動で地上に出てきたところ、この石灰岩というのは水に大変弱いですから、雨風の長い間の雨風に今さらされて、地下にできていた石灰岩が溶けてですね、空洞化したものが鍾乳洞と言われています。鍾乳洞の玄澤さんでした。それではご一緒に塩場ラブ、続いてのコーナーは、塩原を愛する気持ち、ふるさとを愛する気持ちから生まれた言葉です。塩原プラスラブで塩原ラブ。さあ、塩原ラブのコーナーでは最近のお仕事の話をします。と言ってもまあ忙しい話になっちゃうとねつまんないんですけど、これからもう年度が変わるということでいろいろなことがありますね、まあ、その準備の一環にはなりますけれども、今すごくその業務の中でウェイトを占めているのが印刷物です。ほー、例えば今年が2年目のシーズン、今度4月から3年目のシーズンとなる、那須地域全体で取り組んでいる冊子がありますね、おもてなす手形、はいはい、ね、こちら、4月からまた2016年度版ということで、発行される、まあ、発行するということで、三角施設も募り直しまして、中身も編集も変えまして、デザインは基本はねあまり変わらないですけど、色合いが変わったりということで、大詰めの作業となっています、でこちらはだいたい1万部ほどね、作っているんですけれどね、ページ数も60数ページになるのかなということでボリュームがあるんですけど、もう最後の最後までチェックをしていると、ああここの文字違ったとかね、ここの表現がゼロが抜けてるとかやっぱり出てくるもので見れば見るほどね、そうそう、見れば見るほどで、もうちょっと集中してすいません別の部屋に行きますって言ってその部屋でね、作ったりをしています。それから塩原温泉読本、これも昨年の5月頃からね配ったものですけど、大好評につきましてなくなってしまいましたから、やはり中身を一部修正をしまして、増刷ということで、これも印刷屋さんにはい OK です、あとは印刷してくださいと回したところ、それから5月にイベントありますね、ボタン祭り。ボタン祭りはね、5月の8日から31日ということなんですが、この宣伝をするのに、ポスターを作ったりしてますね。大きいの作ってるもんね。そうそう、でこのポスターをJR とか東武鉄道の駅にも貼ってもらいたいということで、地元向けのものと、JR の下にこう、塩原、JR で塩原に行こうとか、はいはいはい、東武鉄道を使って塩原温泉へとかね、そういった帯を入れることでやはりこう貼る、ね、PR 効果を高められるということで、そうしたポスターも、進めていますね、そしてもう一つ今年、だんだん遅れてしまいましたが、ホームページの中でも外国人旅行者が、ね、これからやっぱりどんどん増えている中で、外国語版の塩原のページを作ろうということで今進んでいまして、これも大詰めとなってきています、
まあ、このようなことでね、年度末もうちょっと早くからできればいいけれど、やっぱりこの時期にまとまってくるものなんですが、印刷物とかね、ホームページの仕事、今すごく忙しく、という何でしょうね、頑張ってるね、取り組んでおります。でこれが終わるとすぐにもう次の次のということでね、やはりこう冬の間はちょっと動きが鈍くなっていたお客様たちも、うん、これから、春の暖かさ、花の、ね、うん、頼りとともにどん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 、よし行楽に出かけようとなりますからね、うん、その受け入れ準備ということで頑張っていると、そんなところでしょうか。今日の塩原ラブは、まあ、最近の仕事ということでね、もう春からのスタートに向けて頑張ってますという、そんなお話をさせていただきました。最後のコーナーです。光一さん、何ちょっと教えてほしいんだけど、うん、だ確か前さ、うん、中学生とキャラバンに行くって聞いたような気がしてたんだけど、はいはい、そろそろじゃない？そうですね、うん、よく覚えて、どこ行くんだっけ？はい、塩原小中学校の7年生、中学1年生ですね、が総合的な学習の時間の、ま、授業の一環で塩原 PR に出かけておりまして、うんうん、今年はですね、3月15日火曜日です。お行き先はこれまで東京とかね、川崎とかね行ってましたけど、今回埼玉県、うん、浦和、お、JR 浦和駅の駅のコンコースを借りまして、うん、PR 活動を行います。へ、栃木県はというより塩原温泉は、うん、あちこちからもちろん全国各地からお客様が来ていますが、その中でも埼玉県の宿泊のお客様が最も多いんです、うん、あ、そうなんだ、うん、もちろん栃木県内の方も多いし東京都内の方も多いんですけど、うん、こう一応順位をつけていくと、うん、埼玉県、へ、身近なんだろうね、うん、で埼玉県ですと、やはりこう温泉地、温泉はあちこちにありますけど、うん、こう温泉街、昔からの温泉みたいなのは、うん、あまり近くにないですよね、県内にないので、うん、移動してくるんですけれども、そういった点で一番身近なところが、日光や鬼怒川、うん、那須や塩原といった温泉地を抱える栃木県ということでね、うん、特に塩原には多くお越しいただいてるんですね。へー、車のアクセスもいいのかな。そうそうそう、うんうんうん、東北道もだし県央道もつながるだし ね、うん、鉄道もやはり JR も東武線も使ってね来ることができますからね、うん、3月15日浦和駅で、そうですね、だいたい11時から12時頃の時間帯であれば何かしら活動していまして、その中学生たち自分たちでアンケートを考えて、こう対面でねこうアンケートを、伺って、そして手作りのパンフレットもプレゼント、ね、差し上げるということで、ぜひ塩原に来てくださいねという活動をします。まあ、もしお近くにお住まいの方、そしてね、浦和駅利用される方いらっしゃいましたらば、この中学生の活動も含めて塩原の、まあ、春の情報など含めてね、PR していきますので、ぜひお立ち寄りいただきたいと思います。まあ、ちなみになんですが、うん、その活動の終わった後、せっかくね、みんなで出かけるのでどこか見学に行きたいなと探していたところ、うん、埼玉スタジアムの見学ツアーに申し込むことができまして、あのサッカースタジアムの、はいはいはい、裏側を見学してくるなんていうアトラクション付きです。うん、はい、ということで風呂吹きんちゃんももし埼玉にお友達がいたら、うん、浦和にキャンペーンに行くよという紹介してくださいね。はい、わかりました。じゃあ光一さん気をつけて行ってきてくださいね。頑張ってきます。今日の番組は以上です。塩原プラスラブで塩バーラブ。